上空を通過する弾道ミサイルを発射した北朝鮮に対してアメリカはどう対応するのか。トランプ大統領は対話は解決策ではないと強硬姿勢を示す一方で、国防長官は外交的解決に取り組み続けるとしています。日本上空を通過する軌道で